あ、虫の声が聞こえる。でもこれ車が通ってるよね。まあまあまあ、関係者は通るでしょ、それは。物置だね、もう完全に。あら、まあ学校らしさが皆無だわ。学校らしさあるじゃん、これいや、建物的にはそうなんだろうけど、うんうん、でも、納期なんだよね。そうですな、どっかの、ね、物置ですな。あ、すげえ、赤と白に垂れ幕がある。ここ体育館が何階かな。体育館というか講堂ですな、みんなが集まるような。すごいね、教室どっぽくない。教室どこだよ、むしろ。じゃあ上じゃね。ああ、2階に、うん、やべえ、マジウケる。ここテンション上がる俺でも何も感じんのがショックやな。そうか、何もなさげか。で、入れないんだな上行けような。もうこんな原因腐っとると、うん、さすがになんか単純に歩くのに勇気いりますな。歩けたと、上がれたとしても。エレベーターかと思うな名前とついて、あ、なんだ、廃校でも入れんのか。文校だぜ、文校。はい、なんていうの、都会チックなところの方の小学校に吸収されて合併されて、こっちが廃校になりました。皆さんちょっとね、ごめんなさいね、これ入る勇気よりも落ちる勇気が落ちてもいい勇気がない、僕には。いけないな。すげえ昭和チック。なんかすげえ懐かしい。もうちょっとなんか探索できるかなって思ったけど、そうでもないな。でもこれ相当上抜けとるもんな。まあ上はなんか昔俺もこんなような学校やったなでも築100年以上の木造校舎。あ、そうなんだ。そう、ここが結構、じゃあ結構古い方だね。確か1909年だったかな、できたのが。そうだよな、文校って各国自体がもうレアだもんな。そう、100年地区で、でもまだ100年地区でもこんなもんなんですな、見た目的には。ほっといても丈夫いんだろうな、家が、ね、一応言うとあれだぞ、あの俺らがなんていうの怖くていけない、もうあの学校。いや、そうでもない。違う違う違う、あの俺らが一回写真だけ撮ったあの学校、うん、中学校だっけ、なんか朝鮮学校かなんかあったじゃないですか、うん、あっこも一応廃墟リストには入っているんです。あっちは丈夫いやんこっちの方が年数経ってるぞこれ、うん、こんな運動場狭いもんここ運動、あ、でもグラウンドか。わからへん、潰されて今家になってる。単純にこの辺の基礎全カットすればもうちょっと運動場広くなるのかな。なんかこうやって見ると4クラスしかねえからな。まあまあまあ、こんな山の中です。でも誰も抜け取るで入ることはできんな。怪我したら困るな。怒ったら痛そう。壁臭いしな。おー。100年か。